こんにちは、バイヤドです。今回は女性を洗脳したい時に使うと効果的なテクニックについてお話ししていこうと思います。今回なんですけど、ちょっと画質と私の映りがなんか違うっていうのを感づいた方は多いのではないかと思うんですが、実は今まで使っていたカメラが壊れてしまいました。なのでカメラが復旧するまで iPhone のカメラでちょっと代用しようかなと思っているので、ちょっとね、画質が若干まあ下がったりとか、あと私の多分映りもカメラの方が結構鮮明にというか、そのまんまの多分私が出るんですけど、 iPhone だとなんかちょっとね違う感じというか、若干ねちょっと顔つきが変わってるように見えるかもしれないので、そこはご了承いただけたらと思います。今回の話についてなんですが、ちょっとね、洗脳っていう言葉を使っちゃうとなんかこう悪いことをしてるように感じる人もいるかもしれないんですが、まあ、全然そんなことは正直なくて、洗脳というのはいわゆる相手があなたのことをもともと振り向くような人じゃなかったとしても、結果的にいろんなこう手を使っていることによってあなたのことを振り向かせるっていう、すごいね、恋愛テクニックとしてはものすごく重要な一つになっていくのかなって思います。この方法をちゃんと身につけることができれば、あなたが正直この人のことって認められるかなっていう、まあ、高いねレベルの人だったとしても認められる可能性が高くなってきます。なので今回の動画を参考にしたいという方はぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。こんな風に私の動画では時間がないっていう人でも、簡単に恋愛テクニックを身につけて、それを自分に活かせるような知識をつけたいという方に向けて動画を作成しているので、もしも参考になれば高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ということで、バイ&チャンネルスタート。バイ&チャンネル。まず今回は洗脳というちょっとねワードを基軸に話を進行できればと思うので、最初になんですけど、特に洗脳しやすい人というのがある程度実は存在するんですね。こういう人に当てはまってると、普通の人だったらテクニックを応用していろいろアタックしたとしても振り向いてもらえる率が人によっては低いとかっていうのもあるんですけど、逆にこの洗脳しやすい人に当てはまってる人だと、かなりあなたに対して振り向いてもらいやすいとか、ちょっとした工夫ですぐ仲良くできたり親密な関係になれたりっていうことができるようになります。なので最初にこれをちょっとね何点か覚えていただけたらと思うんですけど、一つ目に軽いボケですぐ笑うか、二つ目は素直な性格であるか、三つ目は恋愛体質な傾向であるか、四つ目は自分に自信がない箇所があるかの4点です。これらを満たしていると人依存になりやすいっていう傾向があります。例えば代表的なのは今言った中でも、まあ素直な性格かどうかっていうのは結構入ってくるんですけど、あなたの言ったことを素直に受け止めてくれるっていう、まあ、耳を持っていたりとか、恋愛体質な傾向があるかっていうのは、まあ、彼氏彼女を切らさないで割と今まで恋愛してきたとか、自分に自信がないコンプレックスだったりとか、そういうところがあると結構ね人に褒められたりした時にすごく嬉しくなってしまったり、自分の自信をつけるために人の、ね、周りに行こうとするなんていう人もいたりするので、こういった側面から洗脳しやすい人というのは一定数存在します。なので今もしも好きな人がいる場合だったら、その人がどういう人なのかっていうのをちょっと見てあげるといいですし、今の言った項目に当てはまっていなかったとしても、もちろん相手に対してあなたのいい印象をアピールしていくっていうことは全然できることなので、一つの参考として覚えてもらえたらと思います。具体的に洗脳ってどういう風にさせていくことができるかっていうことなんですけど、これ具体的な細かい実践方法っていうのは、まあ、後でいろいろ話していこうと思うんですが、大前提として覚えておくといいこととして、洗脳をさせるためにはズバリ相手があなたと一緒にいることによって快楽と感じさせることによって作り出すことができます。これはどういうことかというと、そもそも恋愛をすると人間は脳内から快楽物質というものが出るようになっています。これはいろんな名前があるんですが、代表的なのはオキシトシンやドーパミン、セロトニンやエストロゲンなど、おそらく聞いたことのあるものもあるんじゃないかと思うんですが、こういった物質が脳内から頻繁に出ていくようになります。なので逆を言えば、相手がもしもあなたに対して恋愛をしていなかったとしても、あなたが相手に対して快楽物質を出させるような言動を行っていくことによって、私この人のこともしかして好きなのかもというふうに錯覚していったり、それが相手にとっての本当に変わっていくことになります。こういった逆説的な考えから見ても、快楽物質を生ませることで相手があなたのことを好きになっていくことは間違いなしです。ということで、具体的なやり方についてもう少しお話ししていこうと思います。一つ目は相手の承認欲求を満たす言動をすることです。人が身近に
快楽物質を出す代表的な一つとして、褒められただったり自分の承認欲求を満たすような言動をされたことによって出ることが多いです。例えばこれは相手の話をたくさん聞いてあげるだけでも相手からすれば快楽物質が出やすくなりますし、話を聞くだけではなく質問をしてあげることによって相手に興味があるということを示してあげると、私に興味を持ってくれてるんだというふうに思ってくれやすくなり、快楽物質が出るようになります。また頑張ってる部分を褒めたり、相手が気づいていないいい部分を褒めてあげたりするなども効果的です。こういった承認欲求と言われるものを満たしてあげることによって、あなたと一緒にいることで私の承認欲求が満たされると認識してもらえるようになり、結果的にあなたと一緒にいることで快楽物質が出るというような状況を作り出すことができます。2つ目、こまめに名前を呼んであげることです。これには実は心理学用語の名前もついていて、カクテルパーティー効果とも呼ばれています。この効果は本来自分が興味のある話や自分の名前を呼ばれた時などは大勢の人が話をしているような騒がしい会場だったとしても自然と耳に入ってきたり聞き取りやすいという効果を指します。例えば地獄耳っていう言葉があると思うんですけど、これもちょっとこのカクテルパーティー効果に近くて、この場合はちょっとでも自分のことに関する話題だったり関係がありそうだなと思うものも耳に入ってきてしまう人を呼びますが、本来は誰でもカクテルパーティー効果と呼ばれるように、自分に興味のある話題や自分の名前を呼ばれた時などに反応するようにできています。ただ相手が興味のある話題って何なのかというのがわからないというパターンもあると思うので、そういう人が一番実践しやすいのが相手の名前をこまめに呼んであげることです。例えばこんにちはという一つの挨拶をとっても、ただこんにちはというのではなく、リサさんこんにちはというふうに相手の名前を冒頭につけてあげたり、趣味は何ですかと聞いてあげるでも、リサさんの趣味は何ですかというふうに相手の名前を呼んであげることで自分にしっかり質問されているんだという自覚ができ、結果的に相手が名前を呼ばれる前よりもあなたからの質問に対して興味を示しやすくなるという傾向があります。このようにこまめに相手の名前を呼んであげることで結果的にあなたへの興味度自身も増えていくことになるので、ぜひ会話の中でこまめに名前を呼べるような場所があればすかさず入れてみてください。3つ目、隣にいる状況で恋愛ものを見せる。あなたと一緒にいることで快楽物質を出すためには恋愛の疑似体験をさせてあげることも非常に重要です。しかしこの動画を見ている人の中では相手とまだカップルではない、なんなら片思いの最中で相手はあなたの気持ちさえ知らないなんていう人もいると思います。こういう人が相手とすぐに恋愛の疑似体験だったり恋愛体験をさせてあげるということはちょっと難しいことでもあると思うので、とにかく想像させるという状況を作り出すことが重要です。例えば相手と今デートができるような状況であるならば、恋愛映画行ったり遊園地や水族館などカップルが行きそうなところに誘ってあげるといいです。もしもそういったことがまだできないという方は、あなたたちがカップルではなくてもカップルが多くいるレストランに行ってあげたり、それでもまだ仕切りが高いという方は公園や帰り道などでデートスポットがあるような場所を少し挟んで行ってあげたりなど工夫してみるといいです。これ以外でも状況や環境によってはまだまだ実践できる部分があるかもしれませんが、とにかく重要なことは相手とあなたが一緒にいる状態で何か恋愛を彷彿とさせるような場面を見せてあげたり、一緒にそれを体感するということが重要になってきます。さて今回の動画いかがでしたでしょうか。相手に何をしても全然振り向いてもらえないんですよねっていうことを相談としていただいたことがあったので、今回はこのようなテーマでやってみました。最後にまとめとして復習していこうと思います。まず洗脳するために一番重要なこととしては、あなたが相手と一緒にいることによって快楽物質を作り出させることが一番重要です。そのためにまずは相手が洗脳しやすい人かどうかを見極めてあげることも重要です。この時のポイントとしては、1、軽いボケでも通用するか、2、素直な性格であるか、3、恋愛体質な傾向があるか、4、自分に自信のない傾向があるかです。そして具体的に洗脳していくには、1、相手の承認要求を満たす言動をすること、2、こまめに名前を呼んであげるようにすること、3、隣にいる状況で恋愛ものを見せてあげることでした。ということで今回の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。とてもね画質が悪いのですが、しばらくちょっとこれが続くかもしれないので、もしもこれから見てくださると嬉しいです。ということでまたの動画でぜひお会いしましょう。バイエンドでした。うー。